にちは、シンクと申します。本日5月12日1時過ぎ、1時もうすぐ30分ですね。はい、撮ってる時間はこの時間でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もですね、任天堂スイッチのダウンロードセール見ていきたいなと思います。そしてですね、任天堂のスイッチのセールなんですけれども、本日金曜日に撮っておりますので、一番最新の情報かなと思いますので、よろしくお願いいたします。またあれですね、今ちょろちょろ出てますけども、ティアーズオブキングダム発売日でございますね。おめでとうございます。昨日の晩はね、たくさんねゲームね実況されてる方がいらっしゃいまして、見たいなとちょっと思いながら、でもちょっとやってみたいなっていう気持ちもあったのでね、ぐっとこらえながら頑張れってしてました。はい、ということでね、見ていきましょう。はい、ゲームソフトのキャンペーンセールからよろしくお願いいたします。こちらがね、一番新しい情報になります。いつもながらね、古い情報から見ていきたいなと思いますので、こちら画面を切り替えていきましょう。はい、ということで一番古いところでございます。本当はね、これの1個手前にね、メグと化け物があったんですけども、今日のね12時の1時ですね、1時頃に終わってしまってたので、なくなってしまってるので、こちらからになります。よろしくお願いいたします。ってことで見ていきましょう。なんか面白そうなのかな、ネット炎上事件簿なんだこれは。ネット炎上事件簿、ほうほうほう、炎上系ですか、炎上系ですか、ちょっと面白そうじゃないですか。あ、彼氏か。いいですね。多分この手のやつもあのアプリにあるタイプのやつなんだろうな。そう、絶対絶命からの脱出、ほう、面白そうですね。謎解きゲーム、その他何かあるかな。あ、かわいい。スドキャット。ほうほうほう。あ、失礼いたしました。スドキャット入っちゃうね。いけた、スドキャット。かわいい。んー、でも、どういうゲームだ、これは。え、ナンプレなんだ。なるほどね。へぇー、面白いですね。ナンプレなんですね。あ、一個手前に行っちゃってますね。すいません。よいしょ。じゃあ、次行きましょう。今回14ページほどなので、そんなに長くはないかなと思っておりますけれども。お、リトルナイトメアがセール来てますね。1と2のセットが5940円から3290円。リトルナイトメア1の方ですね。1の方が3520円から1760円とセールになっております。リトルナイトメア2も来てますね。リトルナイトメア2、3960円から2490円のセールに。で、スペシャルエディションの方が4730円から2690円とお安くなっております。ルームファクトリー3もセール来てますね。マーベラスさんですね。ふむふむ。あら、なんか面白そうですね。ジャンナビマージャンオンライン100円ですね。安い。998円が100円になっております。さあ、その他は何かあるかな。ドラゴンクエストがセール来てますね。ドラゴンクエスト、ドラゴンクエスト2、ドラゴンクエスト3、でドラゴンクエストビルダーズ2、ドラゴンクエストビルダーズ、でドラゴンクエスト、あ、違う、これはドラゴンクエストビルダーズね。でドラゴンクエストビルダーズ2、ん？なんかちょっと違うのか。1段、2段、3段セット。あ、なるほどね。あ、そう、なるほど、なるほど。で、ドラゴンクエストの、テリーのワンダーランド。かなが来ておりますね。セール来てますね。ドラクエは、ドラクエ660円から429円に。ドラクエの3が1650円から1072円に。ドラゴンクエスト2は935円から607円に。ドラゴンクエストのビルダーズ2ゲーム本体セットですね。第1弾、第2弾、第3弾がフルに入ってるのが8888円が5332円に。ドラゴンクエストビルダーズ。アルフガルドを復活せよ。こちらが、5280円が3168円。ドラゴンクエストビルダーズ2ですね。破壊神、指導と空っぽ塔かな。こちらが5478円から3286円に。テリーのワンダーランドですね。こちらも安くなってますね。1650円から1072円になっております。なるほど。ビルダーズやったことないから全く知らないんですよね。で、こちらね、テリーのワンダーランドね、この間、本当にゲームボーイ版を少しだけプレイさせていただき、めちゃめちゃ楽しかったです。
ナムコミュージアムもセール来てますね。3056円から1680円。パックマンチャンピオンとかパックマンのシリーズもがっさり入ってますね。はい、2037円から990円、2640円が1490円、5830円が2990円。パックマンミュージアムプラスパックマンワールドリパックバンドル、バンドルですね。これとこれかな、これとこれが一緒になったやつですね。パックマンワールドリパックが3520円から1999円となっているそうです。いいですね。でぷよぷよ e スポーツもお値引き入っております。さあ次が何か、これなんかはね、あれみたいですね、ラブプラみたいな感じですよね、雰囲気ラブプラスみたいな雰囲気があるのは私だけでしょうか。ソニックもね入ってますね。ソニックフォース新劣化、新価格版から、新価格安っ安っ、3289円から986円に。ソニックマニアプラス、こちらが2530円から986円とお安くなっております。安いねこれね。さあデジモンサバイブ、こちらも値引き入ってますね。7678円が4990円。デジモンストーリーサイバース トゥルースハッカーズメモリーPSP かなんかでやったやつかな、違ったかな。6578円が3490円。 PSP かビータかなんかでこんなパッケージ見たことあるんだけど、気のせいかな。さあモナークのセール来ても、モナークめっちゃ安くなってるよモナークデジタルアートブック付きってことで、1890円が3267円になってますね。モナークめっちゃ安くなってますね。これいいですね。モナークもね、気になってるからね、いつかやりたいんですよね。リトルナイトウォーズ、これ何ですかね。これはタワーディフェンス系ですかね。ぽくない？タワーディフェンス系っぽくない？そうだよね、敵から守り抜く難易度が選べる素早い決め手が通ってね、一体で一緒に遊べる。邪悪な魔術師から自分たちの領土を奪い返す、一瞬の判断で戦場が変わるリトルウォーゲームってことで、これ100円ですね。これいいですね、買おうかないいな、これかわいいのありますね。最近ね、この手のタイプのゲームハマってるんですよ。なんていうのかないろ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 こうね、攻めていこうみたいなですねボキャブラ、あの言葉のボキャ品でした、すいません。何これ、マットファーザー、かわいらしい絵がありますね。おお、ホラーゲームですね。あなたが見届ける愚かな家族の物語、名作と名高い探索型ホラーゲームのリメイク版が2でのスイッチに登場。へえ、980円が588円になっているそうです。これいいですね。これ買おうかな。ホラーアドベンチャー。マットファーザー。これ面白そう。さあ、デジブック地球防衛軍。こちらも安くなっております。5980円が3280円と。あ、空気読みだ。空気読み一時期ちょっとね、流行りましたね。さあ、バトルスピリッツ。その他しぐさ気になるやつありますかね。その皆さんもね、気になるやつありましたでしょうか。地球防衛軍も安くなっておりますね。3980円が2580円。地球防衛軍の2ですね。でこれが 4.1 かな、5980円が4480円。ちっちゃなドラゴン物語、なんだこれはなんだこれは、かわいいぞ。これはアクションゲームかな？アクションゲームっぽいな。わー、なんかかわいい。1ビットの世界を舞台にした強大なアドベンチャーに飛び込む。このタイニードラゴンは自分のものを盗んだウィザードを見つけるためにどんなことでもするということで、1721円が 88% オフとの199円になっているみたいです。月明かりの館からの脱出、これ面白そうですね。予約受付中なので今度発売みたいですね。ほう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 、なんだこれかわいい、トルクル、トルクル、トルクル、なんだこれは、トルクルなんだこれは、箱を転がして伸ばして飛んで引っ掛けて、サウンドと振動も楽しい、ちょっと不思議なパズルアクションゲーム。ほう、550円が110円になっているそうです。トルクル、かわいいですね。
さあその他は怖いドリームアローン怖い怖いわ。面白そう、結構面白そうなのでもいっぱいありますね。ちょっと普通に欲しいのがちらほら。なんだこれは、絶対見てはいけない写真。何これ、気になるわ、気になる、絶対見てはいけない写真。この世のものではない、それを見つけた時あなたは冷静なままでいられますか、ということで、こちらも予約ですね。980円が880円の 10% オフになっておりますね。友達とカフェに来た時に撮った写真だが、様子がおかしいものが写っている。異変が起きている部分はどこか、どこだろう、異変が写っている部分はどこか。友達と3枚撮ってるんでしょ、撮ってるんでしょ、コーヒーでしょ、お手手でしょ、何がおかしいのえ、何、この写真を見て皆様分かりましたでしょうか、何がおかしいのか、何がおかしいのかね、分かんないんだけど、私分かんないんだけど、分かりましたらね、コメントよかったら待ってます。次、車の後部座席で眠る兄弟の姿を撮った写真だ。異変が起きている部分はどこか。異変が起こっている部分はどこか。どこかどこか。どこですか。え、なんで、わか、絶対、あ、お手手がある。え、お手手はでも、あれなのかな。ここにお手手あるけど、これは子供たちのお手手じゃなくて、わかんないな。入学式の日に桜の木の下で撮った写真のようだが、異変が起きているのはどこか。これじゃない、なんかこれじゃないぽいの映ってない、これじゃないのかな、わかんないや、これじゃなかったね、あれだけど。で、お分かりいただけたであろうか。まあでもそんなことだろうねなるほどね。さあその他面白そうなのあるかしら。なめこですね、なめこ。なめこも一時期流行りましたね。楽しいですよね。ミュ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 って、このアプリゲームの方ですけど、回収するあの爽快感。いいですよね。その他は、逆転吉原。なんだそれは。逆転吉原。クリークス。ほうほうほう。あ、鹿さんのゲームだ。ごく普通の鹿のゲーム。ごく普通なのかどうかは分かんないけど、1980円から1188円にはね、お値段下がっているみたいです。普通かどうかはちょっと分かんないんですけどもね。さあ、その他は、あれですね、ケプータン安くなってますね。鬼滅の刃、日の神ケプータン。7480円が5236円になっております。月風炭結局やれてないなぁ。ちょっとやりたいなとは思ってたんですけどもね。あ、その他は、あ、アビスですね。アビスこっちにも来てますね。集まれ金魚すくい。これもなんかいいですね。さあ、残りページでございます。残りページ、これが一番新しいやつですね。そう。サオミかな、サオミサオミかどうかわかんないけど、サオミかどうかわかんない。あ、ピドまた来てますね。ピドデラックス版、ピドね、やりたいんですよね。デラックス版か、デラックス版か。 93% オフか。3028円が199円。クルトと一緒に新たな旅に出よう。このバンドルには画集 DLC が含まれており、ゲームのことならこれまでに見られなかった部分の洞窟が、洞察が得られますと、ね。これアクションゲームだったかな、うん、アドベンチャーアクションですね。アクションアドベンチャーゲームですね。ぐらいかな。はい、ということで、さ、新着はね、こんな感じになっております。ではでは画面切り替えて、終了間際のやつ見ていきましょう。はい、ってことでセールのね、終了が間近なものを見ていきたいなと思います。本日の金曜日から来週の金曜日まで見ていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。5月12日の金曜日、本日1日ラストでね、終わります。ラストというか、あと数時間で終わります。ゲームたちがスタートでございます。私買い逃しないかな、大丈夫かなでもそんなに変えてないんですけど、コットンがもう今日で終わりますね。また終わりますのでお気をつけください。
ジャンガリアン物語いいな、ちょっとやりたいかもしれないで、G モバイルアーカイブスですね、こちらも今日で終わりそうです。買い流しないようお気をつけください。 G モバイルアーカイブスいいですね。200円なんだね。100円ぐらいになったらめっちゃ嬉しいけど、まあいつか買っていこうかな。面白そうなのあるよね。てかこのスロットとかいいよね萌えスロ、スロットとかちょっとやりたいわ。面白いなんていうの、この G モバイルアーカイブスってなんかシンプルシリーズにちょっと似たような雰囲気があるから、なんかねいろいろ見てていろんなゲームがあるから面白いですね。羊の村もね今日で終わりでございます。さてさて、これここまでかな。はい、ってことでここで本日で5月12日の終了でございます。5月13日土曜日は終日でございますね。異界からでスタートでございます。私も気になっている異界ですね。異界が明日で終了となりますのでお気をつけください。異界も気になるんだよな、あのゲーム面白そうですよね。リングフィット、フィットボクシング2リズムエクササイズ、これもね13日明日でね終わりです、終わりだそうです。さてさて、14日になってる、ここか、ワールドサッカーキット、こちらが5月13日土曜日でこちらで終わりでございます。5月14日は、1時までですね。リラックマ、キングダムラッシュオリジンで、タワーディフェンスで、タワーディフェンス読めないもう違うな、こちらまでが1時となっております。14日日曜日終日はこちらですね、アサルトチェーンガン、ガンズかな、アサルトチェーンガンズが、14日終日となっております。アトリエ喫茶、これかわいいかわいい、まあ、前も言った気がするけどかわいい、ネズミさんかわいいですね。タワーディフェンスちょっと気になるな。そう、荒れ果てた家からの脱出、こういうのも面白そうですよね。やっぱね、なんていう、インディーズゲームって脱出ゲームが本当に多くて、もうねできんぐらいいっぱいあるんですよ。本当楽しいぐらいもっともっとやりたいんですけどもね。親フランリズム後ろ後ろですね、これも14日まででございます。地雷ガールイライラ、こちらも14日までですね。カラクリホテルからの脱出、さて他はクトゥルフの神話ですね、こちらも14日までとなっております。ケイデンス・オブ・ハイラル、これってあれだよ、ゼルダの伝説のシリーズですよね。こちらもね、セール14日までですね、2980円が1490円になっております。これってどういうゲームなんだろう、あんまり分かってないんだけどな、誰か知ってる方いましたらね教えてください。探索リズムアクションゼルダの伝説ついに登場ってことで、そうなんだそうなんだ、これやってる人いるのかな、これ多分ダウンロード専用ソフトだよね。さあ、シャドウコリドー、こちらもね、14日まででございます。さあ、その他は、何かあるかな？脱出ゲームが多いな。テレビの秘密。ほう。気になるな。テレビの秘密。14日。猫ちゃんがかわいい。猫様ですね、猫様のシリーズも14日までとなっております。猫様の日常14日日曜日はすごい多いですね、結構なページ数ありますね。ママのゲーム隠されたシリーズも14日まででございます。さあ、この辺で終わるかな。お、冷凍庫ですね。炎王、すごい、ちょっと雰囲気あるね。炎王、こちらも14日までですね。で、終わりかな、ここですね。ここだ。おしろい
おしろいかな、こちらが、最後でございます。その次ですね、ネイビーシーコンフリクトかな合ってる、ネイビーシーコンコンフリクト、こちらが5月15日の終日ですね、終日まででございます。動物とかのこういうパズル系も入ってますね。この辺はあれかな、イージーシュミレーター、シュミレーター系ですね、フライトシュミレーター系でございますね。スノーボード15日、この辺は私でも全然やらなさそうなのが多いなぁ。そんなんていうの、毛嫌いしちゃいけない気もするんだけど、やんないなぁ。ジャンピング、あ、これ多分いっぱいスススって落ちていくですね、やつですね。あれ面白いらしいですね。なんかあれですね、携帯アプリ系でありそう系が結構15日月曜日には終わるのが多いのかなっていう印象ですね、今回はですね。バブルバブル、ほうほうほう、あ、これこれ CM よく見るやつ、多分これパーキングロットで、あのパーキングが出ていくやつでしょよくよく CM で見るやつとはちょっと、まあちょっと違うやつなんでしょうけど、これもね、これ前言いましたね、フリックザバディ、あの缶、なんていうの、缶のボトルみたいな、コーラのボトルみたいなやつを私ね前やりましたね。そうそう、面白いんですけどね、時間潰すにはすごくいいゲームが、やっぱりね、モバイル系とかのゲームってよくあって、あの、私の携帯のバッテリーさんさえね、あの、いけるんだったらやってるんですけど、バッテリーがいかんせんもんで耐えれなくて、もうね、すぐに電池なくなる。辛い。ということで、5月15日月曜日終日はワールドサッカー、サッカーワールドカップが終了となります。5月16日火曜日、こちらは終日ですね。アイズホラーゲーム。アカネもそうですね。アイズホラーゲーム、なんだこれは。ちょっと気になるじゃん。わー怖い。わー怖い。わーってなるやつだ。わーって。わーってなるやつだ。さあ、オーバークックですね。オーバークック2も16日で終わりだそうです。オーバークックやりたいなぁ。オーバークックやりたいっすね。オーバークックなんかわっちゃわっちゃするから楽しいですよね。エスケープピック、ピスト当てる。これもね、16日で終了となります。これもね、誰かと一緒にやりたいんですけどね。コンプリートエディション、エスケープピスト。コンプリートエディション。ほー、コンプリートエディションか。コンプリートエディションか。何気にちゃんとね、お気に入りにも入ってるんですけどね。まだ変えてないんだよな。どこ行った？あった。太鼓の達人も16日で終了でございます。またドラゴンボールですね。カカロット、アルティメット、カカロットかな？カカロットもこちらも16日でセールは終わりとなります。さあ、なんだこれ。エンダーマンみたいなの出てきた。かわいい。16日、僕らのシリーズですね。僕らのシリーズも16日で終了となりますね。そんなもんかしら？そうですね。そんなもんですね。16日最後火曜日がこれですね。ワールム。わかんない。が、こちら最終でございます。17日からですね、こちら読めないな、また。イトラチ。絶対違う。17日、こちら1時まででございますね。1時までの作品が2作品でございます。で、その次からは終日でございます。911。チャニブルかな？チェニブルでございます。チェニブル。こちら予約受付なんで、もうすぐ発売でございますね。あ、犬狩りここ入ってますね。お化けロイド17日水曜日で終了でございます。お化けロイド、面白そうだよね。かわいいデッドバイデイライトみたいな感じでございますね。かわいいなと思って、何回かやってみたいなとは思ったんですけど、結局やれてないですね。
さあ17日水曜日はちょっとだけですね、ローリングカーデラックス版、こちらで終わりでございます。5月18日木曜日はドライブスクールシミュレーター、こちらが1時まででございますね。1時までの作品がドライブスクールシミュレーターから 1,2,3,4 作品まであります。でその次ですね、18日の9時までですね、夜の9時まで、21時までがアニマスですね。アニマスから、入っております。 1,2,3,4,5,6 結構ある、7,8,9,10 10作品、レッテンまでが、9時まで、夜の21時までになっております。その後がですね、アルケミックジョストが終日になっております。木曜日終日です。何これ、イハナシの魔女、おー、ケミコさんの作品ですね。ちょっと面白そうちょっと面白そう。 10% オフですね。2860円が2574円になっているそう。このちっぽけな島が僕たちの生きていく島だ。 PC で好評を博したラブコメとファンタジーノベルアドベンチャーが登場。へえ、テキストアドベンチャー、キャラクターボイス好きなんだ。なるほどなるほど、ちょっと面白そうですね。さあ、その他は何かあるかな。まあでもね、やっぱこういろいろ見てると、あ、この子また入ってるなみたいなのもちらほらやっぱり見かけるので、定期的にね、あのセールになってる子たちもいるので、めっちゃ慌ててっていうわけではないんですけども、いろいろ見ていくのはすごく楽しいので、私はいいかなと思っております。ということで、5月18日木曜日ラストはですね、ワールドクラスチャンピオンサッカーが最後でございます。さてさて、来週ですね、5月19日金曜日は11時までのものが、1作品ございます。ドリームかな、分かんなかった。で、もう一つが こちらからですね、終日でございます。アガサクリエイティエルキュールポアロ、初事件、こちらからですねが終日となっております。エイブも入っておりますね。さあ、殺人ミステリーマシーン、その他は何かあるかしら。なんか不思議なやつもありますね。ルートレター、お隣さんお隣さんだね。何だっけ、スリーピングフォレストはどっか、あの、とあるアニメのチーム、エアギアのチームの名前スリーピングフォレストじゃないわ、何だっけ、なんとかフォレスト忘れちゃった懐かしいな。スリーピングフォレスト、どれぐらい知ってる人がいるんだろうかこれ土曜日までか。はい、ということで、どこだ、ここですね、ワールドウォー、バトルかな、ワールドウォーバトルヒアーズかなこちらまでが19日の金曜日となっております。またね、ここから土曜日をまた来週見ていきたいなと思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今週のね、5月の2週目の金曜日、Nintendo Switch のダウンロードソフトセール情報を見させていただきました。いかがだったでしょうか。いろいろね、気になるソフト、作品などなどあるとは思いますけれどもね、少しずつマイペースに私もね、ゲーム遊んでいきたいなと思います。ではでは、こちらの動画良かったなと思いましたら、ぜひともチャンネル登録並び高評価よろしくお願いいたします。いつもゲームの実況や生放送をメインで行っておりますので、そちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。ではではまた次回の動画か生放送でお会いいたしましょう。またね。バイチャオー。